皆さんこんにちは。バスケットボールコーチの谷村です。いつも谷チャンネルを見てくれてありがとうございます。今日はですね、シュート理論の最新版ということで出した動画のリメイクじゃないですけど、うまく説明ができてなかったところを説明してお届けできたらいいかなと思いますので、最後まで動画見ててください。あとはコメント、すごい温かいコメントいただきました。今日ですね、40代の方で最高の理論に会えましたみたいな感じのね、すごい褒めてくださったコメント、コメントってやっぱすごい励みになるんで、ぜひぜひコメントの方もお願いします。グッドボタンもお願いします。はい、じゃあ早速いきましょう。谷チャンネルシュート理論の大事な話を改めて分かりやすく伝えられるようにしたいと思います。はい、シュートで大事なのはまず予備動作ということで、姿勢を作っていくところの話がメインになります。やっぱり運動の話をするので難しくなっちゃいますが、頑張ります。いきましょう。予備動作を作るときに脱力っていう話を今までチャンネルの中でしてきたんですけど、脱力っていうとこう力が抜けちゃってる状態じゃなくて、体軸をしっかりと作って、だけど抜くとこは抜いてっていうのがシュートの中で大事かなと思います。で、予備動作の中でまずはそれが行われる、その予備動作がボールをキャッチする瞬間のこの状態、掴んでから作りに行くんじゃないよっていう話をしてた部分、良くない例は膝でシュートを打つ、こうじゃなくて予備動作作って伸びてシュートを打つ。はい、で、この時のシュートをもらう時の脱力って言ってたところが、姿勢を落としていく、もらう時に姿勢を落ちた状態、これがパワーポジション、パワースタンスって言われる部分なんですけど、スクワットの姿勢ぐらいにこうやって作っていくのではなくて、どっちかというとデッドリフトとかクリーンに近いようなポジション、前傾をして膝をなるべく伸ばした状態、まあ反発を得るために膝を伸ばした状態で、膝中心の運動ではなくて足首でのコントロールになります。パワースタンスを作って足首でのコントロール、いってみましょう。こういう感じ。はい、谷チャンネルで、どこを締めて体軸を作っていくかっていうのは人によって筋肉の使い方が変わってくるので、バラつきが出てきます。 NBA 選手見てても体の使い方みんな違うように、体軸の保ち方、作り方が違ってきます。大臀筋使って、お尻使ってしっかりと姿勢を作っていく、背筋効いてる、上体はまっすぐ、上体まっすぐ作るためにお腹に力が入ってる、肘をしっかりとボールの下にこうやって入れていくためには広背筋が使われてる、あとの腕の動作はリラックス、力を抜く、これを上手にやるとしっかりと綺麗に伸びてシュートが放たれていく。はい、あとはシューティングレーン、シューティングレーンをしっかり作って練習をする、連動性が大事だから、しっかりとその連動性がうまくボールにね、力がねしっかり伝わってるかっていうのを大事に練習していく。はい、練習していく。シュート入んねえじゃん。入り方が良くないですけど、まあ連動性がすごく大事なんで、今のを頭で考えるんじゃなくて、しっかりと習慣にしてやっていくのが大事なんかなと思います。そこから過去の動画、スイープ&スウェイっていう話をしてたりとか、いろんなシュート理論の中で共通して言われることね、足を最後払うような形になるよね、こういうシュートの理論で言われてるようなことが自然と発現する、発動する、シュートを打った時にそういう形が自然と起こるっていうところまで目指して練習していくといいと思います。難しいですけど、シュートの話は難しいんですけど、まあ脱力って一口に言って全部力が抜けた状態ではなくて、伸びが大事、伸びの中で力を抜かないと伸びが生まれないから、どこに力を入れてどこを伸ばしていくかっていうところでシュートの解説となりましたので、分かりやすかったよっていう方がいましたら、まあ前の動画の補足みたいな形にはなってしまうんですけど、高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。関連動画もぜひ見ていってください。あなたの応援が力になります。それじゃあまた会いましょう。さようなら。